アリ丸マは太平洋戦争中に日本で建造された戦時標準型貨物船。船首は三井船舶。いわゆるヘルシップとして日本軍の捕虜となったアメリカ兵を移送中、南シナ海でアメリカ海軍潜水艦により撃沈された。乗船捕虜約1800人のほとんどは死亡し、一隻の船の潜没で発生したアメリカ人の死者数として、 最多の事例となった。アリ丸ママルは、第二次戦時標準戦にアンペア型の14番戦として、多摩造戦所で建造された。形式的な発注者は、戦時統制団体の産業設備営団であるが、実質的な戦手は、三井船舶である。船名はおそらく、台湾の海洋試験にある、アリマに由来するが、言及文献が発見できない。なお、三井船舶所有船の、 ヤママルという命名関連に沿っている。2アンペア型は第二次戦時標準線の代表格というべき大型貨物船である。建造を容易にするため、ブロック工法に適した直線的な外観で設計され、二重底の廃止、スクリュー軸の短い線引き貫式の採用など、性能低下を忍んだ徹底的な簡易設計に特徴がある。 2アンペア型の搭載機関は船によって多様であるところ、本船は、ンポン式タービンコー25型1機を積み、最高速力13ノットだった。自衛武装として、単20センチメートル砲一門と爆雷4発を装備している。1944年6月22日に竣工したアリアママルは、民需用が建前の船舶運営開始用船となった。 軍の徴用を受けないまま軍事輸送に従事する陸軍、配当船としても行動している。最初の航海は、カラフト北小沢炭鉱産の石炭輸送で、6月29日に文字を出港した。7月5日に北小沢に到着して、石炭を積み取り、船川港を経て、不思議港で荷を下ろしている。文字に戻った後、沖縄本島への部隊兵器の輸送に充てられ、 8月1日に出港。8月6日に鹿児島港で5層船団の方626船団へ加入し、9日に那覇港へ到着。キロはドラム艦と人員を積んで、やはり鹿児島経由で8月28日に文字へ戻った。当時、日本軍はフィリピン方面の防備強化が急務となっており、有山丸もフィリピンへの軍事輸送に投入されることとなった。 アリマリ丸マルは、8月30日から9月2日に、不残港で、フィリピンに向かう増援部隊を乗船させた。文字で、未船団の一つである、未19船団に加入し、9月9日に経由地の高尾港へ向けて出港する。翌10日に、低新章標準、B 型貨物船海藻応急タンカー、チファヤマルが、アメリカの潜水艦産フィッシュの魚雷により撃沈された、ため、 本船は他の船と共に沈島沖へ一時退避した後、18日に高尾へ到着した。ここで29船団と分かれて9月26日に出港、ルソン島北岸アパリとサンフェルナンドを経由して10月4日にマニラへ到着した。揚陸を終えたアリアママルは日本への帰路では乗船を沈められて大流中の日本船員204人と、 アメリカ兵捕虜1781人などを輸送することになった。日本軍はアメリカ軍の上陸に備え、フィリピン所在の捕虜の日本本土移送を活発化させていた。カバナトアン捕虜収容所などから9月下旬に、旧ビリビット刑務所へ集められていた捕虜が、護総隊40人とともに、アリアママルへ乗船した。捕虜の乗船時期は、ウィリアム防衛の調査によると、 10月10日以前である。しかし、徴用船舶行動外見表に、捕虜輸送として記載されているのは10月20日以降の航海だけである。レーテ島の戦いと関連したアメリカ軍機動部隊のマニラ空襲を避けるため、あり、山丸は10月10日にマニラを出港して、パラアン島バキットワンへ18日まで退避した。19日にマニラへ戻った。 有山丸は物資を補充後、また30船団へ加入して10月20日に出港した。だが高尾へ向かう途中、次に述べる通り春行からわずか4ヶ月余りの10月24日に撃沈された。10月20日、有山丸を含め輸送船12隻からなるまた30船団は護衛艦5隻に守られてマニラを出港した。ルソン島沖には、 多数のアメリカ潜水艦が待ち伏せており、船団は7隻の潜水艦から集中攻撃を受けた。23日午後5時半以降、加入輸送船は次々と撃沈された。10月24日、有山丸は、右舷から撃ち込まれた魚雷4発、左舷からの魚雷3発を、かろうじて回避した。が、さらに右舷から来た魚雷はかわしきれず、3発が命中した。 うち日本の命中箇所は、船体中央より、やや後方で、日本船員らが乗っていた第三戦争と推定される。もう一本は船尾に命中している。船体は、船尾の飛来部分で分断されて、午後7時40分ごろ、ルソン島北西洋上で船尾から沈没した。戦後、アリ・ヤママルは、アメリカの潜水艦スヌークの戦火として認定されたが、 スヌークも午前5時頃の4度目の攻撃以降は何ら戦闘行動を起こしていないため、シャークの来撃による戦果と思われる。沈没時、輸送指揮官である陸軍中尉は捕虜を船倉に閉じ込めたまま沈めてしまうよう指示した。しかし船長は指示に従わず戦争の扉を開けて捕虜を解放した。捕虜の証言によると監首が退去前に、 船倉の出入り用縄橋語を切断してしまっていたが、捕虜たちが修理した。ほとんどの捕虜は戦争から脱出でき、食料や水を砂取りつつ養上に逃れた。捕虜には舞台輸送で使った竹製の救命胴衣が事前に支給されていた。護衛の駆逐艦竹は他の沈没戦争難者を収容して限界状態だったが、有山丸の船員を収容した。 直後、漂流船商船栄光の命令を受けて、現場を離れた。護衛艦艇は救助活動を行っていたが、捕虜たちが救助を求めて近づくと、棒などで突き戻された。また、捕虜の中には、日本軍に再収容されることを拒み、自ら泳いで、救助艦から離れる者もいた。捕虜たちは海面に残っていた救命ボートやイカダなどに、捕まって、漂流を続けたが、 ほとんど行方不明となり死亡したとみられる。生存が確認されているのは4から5日後に通りかかった日本船に救助された4人と救命ボートで航行して中国の民間船に救助された5人だけである。中国船に救助された5人は昆明市所在のアメリカ第14空軍へ送り届けられた。日本船に救助された4人のうち1人は 台湾の軍病院で11月9日に死亡した。有山丸の乗船者のうち日本人は乗員である、船員のうち二人、輸送中の遭難船員204人中22人、捕虜護送隊員40人中5人及び、船舶砲兵第一連隊所属の85人中13人が死亡、または行方不明となった。 アメリカ人捕虜は1781人のうち救助された国を除くと1772人が死亡したことになる。これは一隻の船の戦時沈没によるアメリカ人死者数としては最大の事例である。捕虜多数が死亡したことについて戦後日本側関係者に対する戦争犯罪責任の追及がされた。船長が取り調べを受けたが不寄所となっている。 護衛の駆逐艦駆艦長の田中広志国少佐や、水雷長の志賀広志隊員も、捕虜を救助しなかった件について、イギリス海軍の取り調べを受けたが、特に問題視されず、起訴されることなく釈放された。駆逐艦竹の水雷長志賀隊員の回想によれば、有山丸には、捕虜輸送中の緑十字標識が描かれており、日没前のため明瞭に識別できる状態だった。志賀によれば、 アメリカ軍潜水艦は、捕虜乗船の標識を無視して、アリアママルを撃沈したことになる。他方、アリアママルについて調査している、乗船捕虜の遺族であるウィリアムボーエンによれば、アリアママルに、特別の標識はされていなかった。日本軍の捕虜待遇などについて研究しているパウ、研究会の三輪の有事によれば、当時の戦時国際法上、病院船と異なって、 捕虜輸送船を示す標識の規則は存在しなかったと思われ、日本軍の捕虜輸送船にも何ら標識は掲示されていなかった。夜間では百626船団参加を初公開とし、8月15日にキールン抗議としているが、本文ではより詳細な徴用船舶行動外見表に従った。なお、 駒具によると、型626船団本体は8月11日に、那覇を出て15日に、キールン到着となっている。沈没地点の座標は資料によって若干異なる。日本海軍船舶警戒部の徴用船舶行動外見表によると、北緯20度41分統計118度27分、北緯20.683度統計118.450度、 20.68318.450。船舶運営会長制の戦時創出船舶一覧表では、北緯20度46分統計118度18分。北緯20.767度統計118.300度。20.767118.300。アメリカ海軍公式年表では、北緯20度54分統計118度19分。 北緯20.900度統計118.317度、20.900118.317となっている。滋賀は竹の春工から除石まで竹水来町。後に不設定巨彩の定庁。ありがとうございます。